はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数 A の直線と平面丸三をお送りします。で、このタイトルも最後ですし、この章も最後となります。で、ラストはですね、まあ大きいのが1問なんですが、小問が2問となっておりますので、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、自分の方が両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？よし、じゃあ最後やっていきますんで、どうぞよろしくお願いします。では行きましょう。で、今回図書いたんですけど、ちょっとわかりにくかったら申し訳ない。ちょっとね、フリーハンドで書いてるんで申し訳ないんですが、正六面体があります。外、立方体ですね。立方体があって、各面の対角線の交点で、全部正方形なんで、対角線の交点って、中心ね、中心で行くのもおかしいけど、ちょうどこう交わったところです。ど真ん中の交点を頂点として、で、隣り合う面同士の頂点を結ぶ、こうやって綺麗に結んでったんだね、全部ね。そうすると中に正八面体ができます。ダイヤモンドみたいな形のやつができると。で、この時に次の場合について、正八面体、中のダイヤモンドですね、中身の体積を求めたいんです。で、1番が正六面体、外の立方体の一辺が6です。で、2番が正八面体なんで、中のあれだね、ダイヤモンドの方の一辺が6という場合に分けて解いていきます。で、図がちょっとややこしいんでね、難しそうに感じるんですけど、実はこれすごく簡単で、めちゃくちゃで、どうやっていくか。まず1番ですね。で、基本的にこれは真上から見ます。真上から。で、真上から見るとどういう状況か。まず外の立方体の部分、正六面体は正方形なので、こう正方形があります。真上から見てね、この上からボンっていう感じで。で、ここのちょうど中心のところ、真ん中なんでね、ここがこうぶつかってる感じ。つまり中にも正方形ができてます。この部分だね、ここ。この部分。が真上から見える感じ。で、こうなってる。で、なんで真上から見るかっていうと、結局これ体積求めたいんで、八面体一気に出すこともできるんですけど、分かりやすく言えば、この真ん中でスパッて切って、四角錐、上ね、四角錐が上と下同じものがあるから、片方の面積じゃない、これ体積を出してかける2をします。上の分を出して、同じだからね、かける2をする感じでいきます。で、体積を出すためには底面積が必要なんで、ここが必要なのね。今これが底面積だから、で、これを出しに行くと。で、1番は正六面体の一辺、外が6なんです。で、ことはこれ綺麗に半分になるから、ここ3なんだよね。3と3になります。で、出し方2通りあって、外一辺6だから6636って分かるじゃないですか、面積大きい正方形の方ね。で、ここが33って分かるから、この三角形の面積も出せます。で、同じものが4つ分あるから、36からこの三角形4つ分を引くでも構わないですし、今回、ここの三角形直角です。で、同じ長さです。ってことは、1対1対ルート2なんです。三角定規になってるから。ってことは、1対1対ルート2だから、ここの一辺、3ルート2なんです。もちろん比で求めてもいいからね。3ルート2って分かる。ってことは、中のものも正方形って分かってるから、3ルート2と3ルート2。なので、正方形の面積は、3ルート2かける3ルート2で求めることができます。どっちでもいいです。外から引いてもいいしね。俺ちょっとこっちの中でやっちゃいますけど。で、底面積出せましたと、これが。じゃあ次、高さなんです。で、高さも実はすごく簡単で、これね、元々が立方体。もう綺麗なサイコロみたいな、綺麗な状態ね。綺麗な全部の長さが同じになってる。で、その中で全部ど真ん中の部分で全部つなげてるから、綺麗な状態なんだよね。もうすごい理想的な。何もずれてない。だから、ここの部分、これがね、ちょうど対角線でど真ん中っていうのもありますけど、スパッて切った場合、ここの高さっていうのは、この辺が6だよね。それの半分になります。で、ずれ書くと、ど真ん中なんで、この辺かな。ちょっと待ってね。ここです。この高さの部分。ここは、ちょっと立体で見ると、空間図形で見ると分かりにくいですけど、これ、ここで、こっちでいいか。ここの、
この半分の長さと同じになります。ちょうど真ん中だから。だから6でしょ。その半分なんで高さは3なんです。3、底面積かける高さです。で、四角錐なんで体積の公式で3分の1をかけてください。で、これが1個分ね。で、1個分だけど、今さっき言ったように上と下同じものがあるから、それを2個かけなきゃいけないか、2個分ね、やんなきゃいけないんで、こうなります、式としては。で、あとこれを計算していくと、まあこれ約分できるしね。で、3ルート2かける3ルート2っていうのはサザン学で9に18になるから、18かける2で36と、これで終了になります。で、この方法で解くことができれば2番も大丈夫です。正八面体の方ももう基本的に同じです、やることは。2番、真上から見ます。まあ同じ図なんでね、こっち使ってもよかったんですけど、よいしょ、ちょっと曲がっちゃった、ごめん。まあこんな感じですね。で、今度は正八面体中のダイヤモンドの一辺が6です。つまりどこが6かっていうと、ここが6なの。6ってことは、中の正方形、まあ、底面積に当たるところは 6×6 で出せます。まあ全部6だからね、6636っていう。けれど高さが欲しい。で、高さっていうのはさっき言ったように外の、ね、立方体の半分になります。ってことは、ここの外を考えた時、ここの半分、つまりここなんだよね。ここが高さと同じになります。一辺の半分だから、ちょうどね。ってことは、そこを出したいと。で、これはさっきも言ったように1対1対ルート2で出すことができるので、これちょっと計算しようか、せっかくなんで。1対ルート2だから、1対ルート2イコール x で置こうか。 x 対6で、ルート 2x、 これ下、あ、入るね。中中外外でかけるとこうなる。で、ルート2で割るとルート2分の6になります。で、ルート2を有理化してね、やると3ルート2になる。3ルート2ってことは、ここの部分が3ルート2ってことが分かりました。じゃあもう計算できるので、まず底面積、もうね、ちょっと暗算で36にしちゃいましょう。かける高さが3ルート2だからね、ここが3ルート2なんで、3ルート2で、さっきも言ったように錐だから3分の1をかける。で、それが2個分あるから、かける2をします。で、まあこれは3と3分の1、ここ約分して、で、2で72、あとルート2がいるから72ルート2と、これで終了でございます。まあこんな感じで上から見てもらって、あと結構高さの部分をね、うんって思う方が多かったりするので、まあこの外の立方体、まあ、正六角形、まあ、正六面体だ、の一辺の半分が高さと一致する。で、さっき一気に求めることができるって言いましたけど、まあ、2個分って考えた方がシンプルでいいかなと思います。高さ一気にこうやって使っても構わないんですけど、全然いいんですが、まあ、このやり方の方が特に数学が苦手な方なんかは、うん、分かりやすいかなと思います、個人的にね。では今回は高校数学数 A の直線と平面丸三をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、この章これで最後になります。で、もう一個ね、数 A の章が残ってて、整数が次回からその章が始まっていきますので、もしよかったらそちらの方も見てみてください。もんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。